小山卓司のアスプリンレディオ。小山卓司です。アスプリンレディオへようこそ。このポッドキャストの配信をスタートして感想のメールをたくさんもらってます。本当にありがとう。オフィシャルサイトからメールを送ってくれれば僕のパソコンにも直接届くようになってるから気軽に送ってくださいね。5月31日と6月1日の週末、僕は大阪と高知で歌ってきました。今回はまずこのツアーの始まりの話からしていこうと思います。一昨年の冬、友人のシンガーで近藤智弘、鎌田博之と3人で Sing to Winter というタイトルで仙台と新潟に行きました。大きな街ではそれぞれソロのライブをやるんだけど、一人だけだとなかなか行けない街もあって、3人の力を合わせればなんとかお客さんも来てくれるんじゃないかっていう、いわば見切り発車でやったライブでした。僕にとって仙台は14年ぶり、山形は初めてでした。小さな会場に集まってくれたお客さんがすごい熱気で僕たちを迎えてくれました。これは続けていかなきゃいけないなって3人で話して、このライブをシリーズにすることにして、去年 Sing to Spring というタイトルで長野、豊橋、三重、 Sing to Summer で京都、岡山、広島、 Sing to Autumn では大阪、愛媛県の松山、香川県の高松とツアーで回りました。僕にとってはすごく久しぶりに行く街も多くて、岡山と松山と高松は初めて歌う街でした。4つの季節であちこちで歌って、今年からはタイトルを歌旅と変えてまた旅を始めることにしました。この旅はマネージャーが同行せずに僕たちだけで行動するのが基本の形です。だから名付けてノーマネージャーツアー、またの名をアーティストほったらかしツアーとも言ってますね。自分たちで新幹線や飛行機やバスのチケットを手配して、ホテルを予約して、ギターを抱えて荷物を転がしながら移動するっていう旅です。といってもまあチケットの手配とかでは僕は全然役に立ってなくて、二人に頼りっぱなしなんですけどね。これだけ一緒に全国を回ってると、移動の最中とかにお互いに踏み込んだ話もするようになるし、打ち上げなんてデロデロになっちゃうし、すごくお互いの関係が深まりました。去年松山でライブをやった時に、高知県の四万十市に住んでる僕の古い友人のシンガー浜田雄介くんが見に来てくれて、打ち上げの席でぜひ高知でもライブやってほしいと提案してくれました。そこで今回は浜田くんも含めて4人で大阪と高知のライブをやることになりました。5月31日、大阪のムジカジャポニカという小さなライブハウスに4人が集合しました。お客さんもたくさん集まってくれて、浜田くんのステージからライブがスタートしました。小さなライブハウスだと楽屋も狭いので、歌ってる人以外は客席の後ろで聴いてることがよくあります。今回も僕は客席の後ろの方でお客さんに混じってステージを見てました。このシリーズは毎回僕が最後に歌うことになってます。そうすると前に歌った2人とか3人がどんな空気でライブやって、どんな余韻を残してステージを降りてくるかがすごくポイントになるんですよね。曲もさることながら MC で彼らがどういうボケをやるかによっては、なんていうのかな、三段落ちを締めなきゃいけないわけだから、彼らのステージを見ながら自分が歌う曲を変更することはしょっちゅうあります。それぞれが自分のカラーを存分に出すことはもちろんテーマなんだけど、一つのライブとしての起承転結を作りたいと思うから、全体の雰囲気を考えてよく曲を変更します。アンコールでは全員でセッションします。今回はギターのシールドを抜いて生音と生の声でお客さんを囲むようにして歌いました。ライブが終わった後の会場では、ファンの人たちとおしゃべりすることもよくあって、ソロのライブとは全く違ったアットホームな雰囲気もあります。このツアーは本当にね、やってて楽しいんですよね。翌日朝の7時半にホテルを出発して、これは僕らにとってはもう画期的に早い時間なんですが、車で高知県を目指しました。高知といっても今回やる場所は土佐清水という場所です。足摺岬のほぼ突端、四国の左下のとんがってるところって言えばわかるかな、そこまで移動します。これがね、もう本当に大変でした。
神戸を通って淡路島を通って四国に渡って徳島自動車道、高知自動車道を走って高知市を越えて、そこで高速道路が終わって、それからはひたすら国道を走ります。峠をいくつも越えて四万十川を渡って土佐清水まで420キロ、車で8時間かかりました。途中本当にたどり着くんだろうかと思ったくらいなんだけど、着いた場所はね、素晴らしいところでした。海の癒しと書いて海遊という場所です。海に面してて温泉があって、建物は木の手作りのイメージがあって、もちろん宿泊もできます。近くに素晴らしく美しい海岸があって、ウミガメが産卵に来るらしいですね。いい波が来るっていうことで、いろんな国からサーファーも集まってくるそうです。リハーサルの途中で海の方まで降りてみたんですが、波が岩に打ち寄せる音を聞いてたら、歌いに来たのを忘れそうなくらい気持ちが良かったですね。海遊にある大きなリビングみたいなスペースで僕らも歌いました。ライブには浜田雄介くんと付き合いの長い地元の人たちだけじゃなくて、僕の歌をずっと聴いてくれてる人も来てくれてました。こういう初めての場所でそんな人が来てくれると本当に幸せな気持ちになるんですよね。歌い続けててよかったなって心から思います。それぞれ30分のステージをやって、最後はまた生声でお客さんを囲むようにして4人で歌いました。お客様すごい盛り上がってくれて、もう最高のライブでした。ライブの後はみんなで温泉に入りました。薪で沸かしてるらしくてね、肌触りが最高でしたね。そしてもちろん打ち上げのテーブルには、カツオと海の幸、夜更けまでみんなで盛り上がりました。翌日僕は、カツオの塩辛とウツボの燻製を買って帰りました。ライブの時に、お客さんから高知はウツボがうまいって話を聞いたんでね、まあ何はなくともと思って、すごい美味しかったですね。今回の歌旅は大盛況の中で終わりました。7月に札幌と旭川に行くことが決まってます。次も本当に楽しみです。それじゃあここで一曲聴いてください。アコースティックギターのライブテイクで、ロボのロック。それは深夜、恋人の元へ飛ばす車のスピードの中にある。それも夕暮れ、ほとりとしてまだ香る椿の濃い赤の中にある。それはかつて生まれたばかりの君を抱いた父のプライドの中にある。それはいつかたどり着けると信じてた約束の場所の港通りにある。手に取れそうで見たこともない、生きるヒント探すために歌う Love on the Rock。それはあの日、待ち合わせした街角で口ずさんだメロディーの中にある。それはさっきふと見た君の横顔に初めて浮かぶ影の中にある。それは昔力でねじ伏せられた男が見上げた空の中にある。それは遥か彼方に人が描いてた希望の祖国の設計図にある。手に取れそうで見たこともない、生きるヒント探すために歌う Love